長島音吉福島県石川町立、歴史民族資料館提供、長島音吉9月2日から1969年12月4日は、日本のアマチュア鉱物研究者。専門的な教育は受けなかったが、神保祥子、和田綱史郎、小千部忠津村尖閣者の愛好を受け、また、全国各地を通さし,して、鉱物を採集して、知識を身につけた。 採集した鉱物を研究者に提供したり、産出地に案内することにより、学会に貢献した。アマチュア鉱物研究家の草分けで、鉱物趣味の父、アマチュア鉱物学の父と称されている。岐阜県内二丁都度に生まれる。幼い時から鉱物に興味を持ち、1899年小学校を卒業すると、すぐ上京し、同郷の高木官兵衛が経営する。 神田商船長の金石社に住み込みの定員として雇われ、鉱物標本制作に従事した。後、独立して鉱物標本店を開いた。一時は中国に標本を輸出していた。1919年秩父鉄道から依頼を受けて、秩父鉱物陳列所を創設し、展示のために800点余りの埼玉県秩父地方の鉱物を採集した。 1930年鉱物同好会を創設し、導入し、趣味の鉱物を発刊した。秩父の鉱物採集の縁で、東京帝国大学理学部科学教室の木村健次郎の治遇を受けるようになった。1929年頃、木村の紹介で理科学研究所の飯森里康と知り合った。1936年、紀元素鉱物の知識を見込まれて、 理科学研究所飯森研究室に食卓として迎えられた。この時の行きさつについた長島は実著の中で次のように述べている。飯森先生との間には手術話が進み利権の食卓とされた。飯森研究室の私の仕事は本邦産機元素鉱物の探査と研究を移植するとのことであった。私にとってはこんな適材適所はなくできるだけご奉公をしたいと。 考えた。それ以後終戦まで長島は、飯い森の良きアシスタントとして、本領を発揮した。その年の11月、飯い森研究室員たちは、長島の協力を得て、福島県立郡川又町、飯坂水晶山で起源素鉱物のやや大きい、交渉を発見した。この交渉から我が国では、新産となる、イっとりあいし、トロゴム石、し、テンゲルい林道ウランコを発見した。 さらに、後に、アブクマイシと命名された、新鉱物も発見した。この交渉の特徴は、直径20メートルくらいの大きな石英の段階があって、周囲の地層との接触部に長石に密着した大きな黒雲母が発達していることである。当時、石英は、業者が採掘していたが、不要な黒雲母は廃棄されていた。前述の諸鉱物はこの、 黒雲クク母の体積の中から見出された。この交渉では、フェルグソン石イットリア石トロゴム石の量が多かった。その後、福島県石川町周辺の路頭で、地元の人たちの協力を得て、大規模な開け掘りを行ってコルムブ石緑中石、サマルスキー石モナズ石ゼノタイムなどを採集した。地元の人たちとの交渉、契約、苦情の対応など、 面倒なことはすべて長島が一人でこなした。飯森と研究室員は1922年から日本全国のみならず、日本統治下の朝鮮にもたびたび足を運び、起源素鉱物の探索と採集をしていた。当初の目的は学問的興味だったが、1937年日中戦争の勃発とともに軍需物資としての起源素鉱物の必要性が、 高まってきたため目的は資源調達に変わってきた。日本国内には資源がほとんどないことが分かっていたので、主として朝鮮で調査を行った。1937年秋、飯森研究室員の谷川博同研究室員で飯森里康の長男、飯森武雄と共に、朝鮮の環境難東栄光氷一し共鳴を訪れ、 砂金山砂から黒もなず石を採取した。黒色のもなず石はそれまで知られていなかった。1938年5月、飯森武雄と共に、朝鮮の中西北道丹陽郡丹陽面九尾リ、及び全羅北道シュゲルシュ赤も面車山里を訪れ、それぞれの場所からコルンブ石を採取した。同年秋、再び飯森竹雄と共に、中西南道工場群を訪れ、 砂金残差から3種のニオブタンタル鉱物を採取した。分析の結果、それらはタンタルユークセン石、イットロタンタル石、フェルグソン石であることが分かった。前2社は日本で初産であった。1942年、長島は影山義夫と共に、イい森研究室から朝鮮に派遣され、東南海岸線で鉄道のない城用油から、歩行油に至る。 約2 8 0トルの砂床を徒歩で調査した。この時は何も成果は得られなかった。1943年には、落東工場流の砂床を調査して有望な地帯を見つけたので、京北の英州に近いという地下に先行場を設け、そこからもなず石を供給するようにした。1944年には、技術院総裁で、科学動員協会会長のた田れ駅地中将が、 紀元素鉱物調査を目的として組織した、万能調査団に一員として加わり、海上県三大高地帯でフェルグソン医師、ユークセン医師などの新産を発見した。同年、軍の講演のもと海月菊根鉱山の調査開発を行った。この時は、陸軍航空本部総務部長の川島、虎之助少将、陸軍整備局、原富夫少佐、高本屋萩十郎少佐、 朝鮮軍参謀ぶつけ、安倍昭商尉が同行した。この調査で、思わしい結果は得られなかった。1944年11月石川町使用の、タイラー採掘場における第8陸軍技術、研究所による、紀元祖交渉の調査。中段左端が、飯森里康その右が、長島音吉福島県石川町立、歴史民族資料館。 提供1944年9月、同11月、1945年5月の3回に、わたって、第8陸軍技術研究所によって、福島県石川町周辺の起源素交渉の調査が行われた。この調査にいいもりと共に、長島も参加した。これら一連の調査の目的は、主として原子爆弾の原料のウラン資源の確保であった。たくさん残されている。 公文書には一刻も早く原子爆弾を完成させなければならないという軍部の焦りが現れている。1945年春、飯盛が会長を務めていた利権起源素工業の都内の3工場すべてが空襲で被災し操業できなくなった。これらの工場では軍需用の起源素製品の製造と原爆の材料のウランの抽出、生成を行っていた。 生産を継続するため軍事省の指示で福島県石川町に工場を移転した。これに伴い飯森は石川町に移住した。長島も家族を置いて単身で石川町に移った。しかし、この工場はほとんど稼働しないうちに終戦になった。長島は終戦時の玉音放送をメッシモリと一緒に聞いて平和の鐘が鳴りましたよと呟いたという。 1953年日本学術振興会の紀元素調査委員に選ばれ資源探査に従事した。1955年飯森の親友、河井吉成が社長をしていた小松製作所の食卓となった。飯森も食卓になり、ここでも紀元素関係の仕事を一緒にすることになった。1958年長年紀元素鉱物の探求に携わった功績により、 死守報奨を授与された。1960年子息、長島孝造と共に表した日本紀元素行物は、名著として高く評価されている。晩年は、キリスト教信仰の道に入り、日本キリスト教を断世たガヤのカハ会に、子息、長島孝造と共に礼拝に出席していた。恩師の木村健次郎も、同教会に通っていた。長島の業績について飯森は、 実著の中で次のように述べている。将来仮に核融合による原子力平和産業が起こるにしても、我が国におけるその発祥時代に寄与された紀元素開発の恩人、長島音吉さんの偉大な功績は永久にその市場に輝くものである。小松製作所の食卓になった行きさつ終戦後間もなく、小松製作所の社長になった河井吉成は、これからの日本には、 原子力が必要になると確信し、大胆にも自分で原子力事業を起業しようと考えた。そこで親友でありウランの専門家であるメシモリに協力を要請した。河合の性格を熟知していたメシモリはこの途方もない話に驚かなかった。イーモリは終戦時に GHQ により放射科学の研究を禁じられたので放射科学を放棄するつもりになっていたが、 河合の熱意に押され再びウラン鉱石を探すことになった。そのため再び長島の助けが必要になった。いい森はすでに利権を定任退職していたので、二人とも小松製作所の食卓になって仕事をすることになった。今度は戦前未調査だった地域の河川の砂を調べた。その結果、新潟県の三面川、長野県の高瀬川の川床砂に、 微量の放射性鉱物が含まれていることが分かったが、原料とするほどの価値は全くなかった。そのうち原子力事業は国が推進することに決まったので、河合は原子力の事業化を諦め、長島とメッシモリはウラン荒金探しから手を引くことになった。なお、国で原子力事業の推進を提唱したのは、 当時の科学技術庁長,長官の勝利期松太郎で、勝利は、くしくも第四高等学校で、可愛いい、いと同期であった。長島の功績を称えて、長島医師と命名された、新鉱物がある。長島が、飯い研究室員と共に、北海道に、砂金の調査に行った木と、立ち寄った阿武熊地方で、地元の運転手から、秋になるとこの辺りでは砂金を取るという話を聞き、 秋になるのを待ち寝て再びその地を訪れ、その運転手に砂金が取れるところに案内を頼むと、砂金が取れるところを知らないとの返事、噛み合わない会話をしているうち運転手は、酒のことを地元の名で、し焼きと言っているのを、砂金と聞き違えていたことがわかり、見ながっかりしたという。ありがとうございます。